なんてやろだ。マジかよ。 兄弟。頑固な奴だな、おめえ。いつがこうなることは分かってたはずだろ。だがもう、脅しじゃ済まなくなっちまって。あばら。橘の居所は後でじっくりお前の体に聞く。そいつを相手どこで、死んでもらうことに変わりはねえやな。 手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺をやるぜ。ギリ、おめえが変わった立花はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまってる。連中、おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにする気でいい。 報われねえな。今時の神器ってやつはよ。橘は必ず殻の一粒を手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが橘の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。 知った風な口利くんじゃねえぞ、我が僧。任せとけ、兄弟。俺がすぐに黙らしてやる。たっぷり楽しましてもらうぜ。キャリア！ Hey!
このやら。